放送事故みたいになってますけどいきなり、ね、ごめんなさいごめんなさい、誰も喋らない。ちょっといろいろ試みてみたんですけどうまいこといかなくて10時半がやってまいりました、はい、水曜しょうもないニュースでございます。世間の皆さんはお盆休みということでね、はい、我々はそういうのあんまり関係ない仕事ですから、そうですね、今日もね、はい、ハラミカちゃんはほぼすっぴんで、こちらにお越しいただきますけどもはいどうも、ありがとうございます。本当にね、週を追うごとに化粧が薄くなってちょっとそんなことないですわいいと思います。いや違うですよ、ちょっともう今日バーベキュー行ってたんですよ。バーベキュー、はい、どこでやってたんですか？ダイバーシティお台場ですか？はい、お台場のダイバーシティの最上階屋上でバーベキューをやってきた。そのバーベキュー終わりできたわけですね、今日は。そうですね、ちょっと臭いかもしれないですけど、そういうことです。それであれですね、おならが臭いんですね。ちょっと違います。ちょっとしてないですよ。ちょっと何なんですか？今日はですね、一人いないんですよいや、いないってええやないかな。もう前にいつもごっついメカの上に座ってあるのホーキング青山さんがちょっとまだいらっしゃらないということでね、なんか落語会を見に行ったはって、首都高の渋滞に引っかかってるということで、しょうがないですね、怖い話が一発になったわけですけど、いないというそう、いないという怖い話。まあ今日はお盆休みということで、いつものしょうもなニュースではなく、ちょっとまあ怖い話特集ということで、まあ先週お聞きになった方は分かってるかと思いますが、ハラミカちゃんが霊感あるということでね、まあ若干あるということで、あとホーキングさんのあとなんていうんですか、付き人といいましょうか、介護をされている渋谷さんという方がいらっしゃるんですけど、今日はその渋谷さんにスタジオに入っていただいています。どうもこんばんは。どうもこんばんは。よろしくお願いします。なんか FM の DJ みたいな声ですよね。いいですね。いいですよね。思ったよりも全然いい声です。本当ですか？もう全然今日ど素人なんで。この渋谷さんが実は霊感があるそうで、いろんな心霊体験をしてるらしいので、ちょっとこの後ゆっくりとお聞きしたいと思います。ぜひぜひ。ホーキングさんは来るのかな？どうかな？水曜しょうもなニュース。今のは最後ハラミカが殴られた音です。ああ、調子乗るなってことですか？キラキラの後に調子乗るなということでしょう。こちらひよこさんからメールをいただいております。ありがとうございます。いつも楽しく聞いております。今週もたくさん笑わせてくださいと来てるんですけど、すいませんひよこさん、今日は怖い話です。すいません。すいませんね。ご要望にお答えできなくて申し訳ございません。今週はお盆ということで怖い話をさせていただこうということでございます。まあそれではまあお二方はまあ実際にねそういう経験があるということなのでちょっと後に回しまして、私はちょっと申し訳ないんですけどそういう経験がありませんので、私がちょっといろんなところから拾ってきて、この話怖いなというニュースを私からさせていただきたいと思います。では参りましょう。まずは私笑福亭ベベの怖い話。これはですね、まああるところの話なんですけども、ある町にちょっとね三浦さん消そうか電気をちょっとスタジオの電気消しますね。ごめんなさいね。怖いわー。いいですね。ムードがねすごい出ましたね。これはムード出ましたよ。皆さんも電気消してみてください。皆さんも電気消してくださいね。パンツをね今履いてない方ちゃんと履いてください。何の話ですか？これはね、ある旅館の話なんですけど、旅館じゃないある廃墟の話なんですけども、ある町に大きな廃墟がありまして、ここはもう廃墟になってからだいぶの年数が経ってまして、もうガラスなんかもほとんど割れてしまいまして、壁もボロボロ、地元の人間でもあんまりこの場所に近づくことすらないという。廃墟があるんです、ある日中学生の2人が、肝試しをしようというので、この廃墟に行くことになりました、夜に行くのはさすがに怖いなということで、お昼に行こうじゃないかと、太陽が出ている時に行こうじゃないかと、お昼にその廃墟に、入ります、だいぶ大きな家ですんでね、1階を散策しました後2階へ上がりますと、1階は何もなかったんです。2階へ上がりますと、扉がたくさんこう並んでるんです、廊下に沿ってね。その扉の一つにひらがなで「私はこの先の部屋にいるよ」と。もう怖いわ、もうこの時点で。2人は扉を開けます、はい、するとその扉の向こうは道が続いておりまして、まだ廊下が続いております、はい、まっすぐ行きますと分かれ道に突き当たります、はい、そこの壁に、突き当たりの壁に、はい、私は左にいるよと書いてあったんです、はい、2人は左へ進みます。すると両側に部屋があるところに突き当たります、はい、その壁に頭は左、体は右と書いてあります。二人のうちの一人はこの書き置きを見て反狂乱になって逃げ出します。はい、ところがもう一人残った中学生、勇気を出して、はい、右の部屋へ入りました。おお、びっくりした。はい、今喋ってたらね、はい、僕のイヤホンが取れました。はい。それで横で私はめっちゃビビってるっていう。はい。これはしょうもないニュースですけど、すみません。これ右に行ったんです。体のある方に行きました。はい。はい。部屋に入りますと、正面の壁に大きな字で私の体この下にいるよと書いてあります。はあ。中学生は恐る恐る下を見ようとすると。はい。耳元で左の部屋から私の頭が来ているよ、後ろを見ないでね。いや、何これちょっと待って、わからない、怖いでしょこれ。いや、怖いけどこれ怖いでしょ。怖かったです。ちょっと、ほんまに怖いとちょっと言葉出ないでしょ。出ない。わかりますか、意味が。意味わかります？これ僕インターネット見てて、はい、ちょっとスマホ落としそうになりました。ものすごく怖かった。後ろから来てるよ、後ろから来てるよ。じゃあ隣の部屋から私の頭、左の部屋から私の頭が来ているよ、後ろは見ないでねと耳元で。怖いですね。怖いですね。いや、ちなみにこの後ろ、この後ろまだあるんですけどね、本当は。この人は、中学生は窓から逃げたと。で、窓の下が、はい、崖だったというニュースですね。だそういうとこやということですね。怖いでしょ。ほんまにあった話かどうか知りませんで。怖い話ですよね。いや、もう怖いわ。じゃあ今なんかね、ものすごく空気の読めない人が来たんですよ。人がせっかく話してる時に、ホーキングさんが到着したようです。どうぞ入ってもらいましょう。ちょっと怖い音とね同時に入ってもらいましょう。ホーキングさん入ってください。志村さんちょっと、あ、来た来た、うわ来た来た来た。うわ、怖いっておかしいでしょ。車椅子が、電動車椅子がちょっと高さ上がってるで。高さ上がってるで。今ワロップ放送局にホーキング青山さんが到着しました。障害者芸人であるホーキング青山さんは今電動車椅子の高さを調節しまして、ゆっくりとブースの中へ入ってまいります。今スタジオは暗いんですけども、今1つ目の扉を越え、そして2つ目の扉を越えて左に曲がり、そして私たち2人の前に、呪いで遅れました。ホーキングはね、呪われたぞ。冗談じゃないよ。何してるんですか。せっかく人がね、怖い話してる時に、怖い話してる時にね。何よりも怖かったの俺だから、もう本当怖かった。電気を消してね、ムードを作ってる時にね、与太郎さんのね、日焼けした顔が入ってきたんですよ。まあ怖い話に日焼け似合わんな。日焼け顔はええ加減にせなあきません。すいません、もう最悪ですよ。いやー、ついてよかった。無事ついてよかったです。ほんまに怖い話になるとこでしたからね。ああ、もうよかったです。青山が来ない、来ない、来れました、来れました。大変申し訳ございません、皆さん。では次、ハラミカちゃんいきましょうか。私のちょうど怖い話終わった。ごめんなさい、ゲップ出てしまいました。私の怖い話がね、終わりました。では続いて、ハラミカの怖い話。CM までにまとめなくてもいいですよ。長いんやったら CM またいでもいいですよ。もうまたいでください。私なんかいいんだもん。廃刊になった映画館っていうことなんですけども、まあ舞台やらせていただいてるんですけども、まあ、とある劇団で長野公演っていうのがあったんですよ。まあ、それで地方公演っていうことで、元映画館だったところを舞台の劇場化して、いや、うん、この音楽は怖いわもうちょっとこれあれやろ、歌ってんやろ自分が。今日何これいつもみたいに、はい、なんかこう一人喋ってる時に、はい、愛の手とか入れるってシステムはなしだけど、それはねもう罰金です。あ、罰金、愛の手入れた罰金です。すいません、もうちょっと今来ちゃったもんですよ、はい、何分かって5ペソ5ペソです。5ペソ頑張ってますはい。で、まあ長野の地方公演でその廃館になった映画館でやるっていう公演だったんですけども、まあ行く前から毎年そこでやってるらしいんですけど、その劇団は出るよと、もうやめてください、ちょっと待って、もう本当に最悪なんですけど、今二階堂さんがね、はい、なんかマウスで暗くしたんですよ、画面を。いや違うんですよ、なんか映像を変な入れてる、もうやめてよ、怖い、それはごめんなさいね、リスナーの方伝わらなくて今ね、もうなんか怖い顔のね、心霊写真みたいなのがね、顔だったのフラッシュするんですよ。なんか画面乱れた、やめてやめて、もうでないリオデジャネイロの話でしたっけ。違います、はい、違います。違うか、何の話でしたっけ。長野公園、でまあ出る出るっていうふうに言ってたんですよ、もともと。で、いや言うてもと思うじゃないですか。でまあ行ってみたところ、まあ外見はね普通の、まあ、劇場なんですよ。で中に入った時に2階がですね、ひんやりしてるわけですよ。でもともと電気もつくかつかないかみたいな感じなんですよ。もうはい。でその2階に行って、まあ、電気は最初ついてるんですね、普通にお昼とかは。で荷物を取りに、そこに荷物を置くって話だったんですよ、劇場の自分たちの荷物を。でまあいるのにもかかわらず、暖房をつけてるにもかかわらず寒いんですよ、めちゃくちゃずーっと。で映写室があるわけですよ、そこは立ち入り禁止で完全に入れない状態になってるんですね。でいきなり電気が落ちると。2階にいても何度つけてもっていうのを繰り返しながら、まあ公演っていうのをやるぞっていう中でやってたんですけども、途中でリハーサル、あ、もう入っちゃったこれ全然話進まへんし、自分焼肉の匂い残ってんので、まあ、先ほどのお話の続きなんですけども、まあ普通にリハーサルをやるわけですよ、舞台公演の普通に。その時に演出家がまあずっと見てるわけじゃないですか。でその時にこれ陰謀って言ってるんですか、これ男の人は。陰謀言ってないでしょ。え、二階堂さんそうなんですか。ちゃうっていや、おかしいでしょうよ。何を訴えてるんですか。俺今日笑いありだろ、なしだ。俺分かってんだよ。分かってんだよ。もうね、迷走してますよ。本人がどうしていいか分かんない。全部怖く聞こえるという。はい。でもリハーサルしてる時に、上手、まあ舞台上からお客さんの席から見て右手側の方から手出してたやつ誰だっていうわけですよ。だけどそのシーンの時にその右側上手側にいる人って誰もいないんですよ。でちょうど私そこの場所に座ってて、上手側にもうやめてくださいみたいな感じでこう立つわけですよ。でまあそれでも怖いじゃないですか。で最後に片付けを、まあ、公演は一応無事に終わったんですね。ただ途中まあね、お客さんからもなんかポロポロと、あのシーンなんか誰か出てませんでしたみたいなことは言われるわけですよ。まあ出てないんですけどね、実際そういう格好の白い服を着てる人とかは出てなかったりするの、ワンピースとかっていうふうには言われてたんですけども、まあ最後片付けてる時にですね、一人一緒に公園に行ってた女の子が、霊感がある子がいたんですよ。まあその子がずっとその映写室を見てるわけですよ。でごめん何回いるんっていう話をしたところ、仮面をつけてる人がずっとこっちを見てると。映写室からっていう、はい、これがちょっと待って、それ何の仮面つけてんの。いやわかんないですよ。なんか天狗じゃあおかしいでしょ。天狗でも分かんないしもうそれはもう天狗でしょ。もうむしろエロ DVD であるじゃないですか。あるあるある。変な狐のお面が違うよ。ベネチア的な感じじゃないですか多分。けどそれ怖いな。手が長野公園もほんとにちらっともうやめてほしいわ。まあ地方の劇場はね、まあ東京の劇場でも言いますもんね。あるなんかそういうね。私も一回上手そうなんか舞台袖でスタンバってる時にグッて手を引っ張られたことはありますね。誰もいないのに元彼に。なんで元彼が舞台袖にいるんですか。それ違う怖さですよね。ただストーカーされてる。なんで舞台の袖にいるっていう。やっぱり別れたくない。怖っって言われた。ちょっとやめてですよ。それは普通に。では本日のメインですよね。はい。ホーキングさんのまあ介護をされてるという。介護でマネージャーのね。マネージャーやってる渋谷さんからよろしくお願いいたします。怖い話。まあ。僕の実際体験した話なんですけど、僕こう見えて昔中学校高校1年生まで空手をやってたんですけど、ラジオに聞いてる方はどういう風に見えてるか知りませんけどね、まあまあとにかく空手をやってた。爽やかな感じですけどね。今から10年前の話で、空手の合宿で山梨県にある合宿所に行ったんですけども、そこでの体験で初日は特になんかその霊感のある先輩がいて、その先輩がなんかその初参加だったんですけども、その先輩がその建物を見るやいなや、気味が悪いって言うんですよ。でみんなは気にせずに何言ってんだろうみたいな感じじゃないですか。でそのまんまもう入っていって、で初日は何にも起きなかったんです。で2日目が空手の昼の練習が終わって、で昼休みみたいな感じで、みんながロビーみたいなところで休んでたんですけど、そしたらその霊感のある先輩がその別の僕の後輩にあたるやつを写メを撮ったら「おいみんな見ろよ!」って言うんですよ。で「みたいな感じでみんなが一斉に見に行くわけじゃないですか。でそうしたらその後輩の肩らへんにですね、青白い鬼の顔した幽霊っていうんですかねが映ってて、でなんか当時シャメールで合成とかいろいろあるじゃないですか。死んでいる合成ないよ。なんで僕らはそこでもまだ気にはしてなかったんですよ。で夜になってその昼間の出来事があったんで、みんなでこう怪談話みたいになって夏の合宿ということも。でそういえば昼のシャメールってどうなったんですかなんていうところから始まって、でこうどんどん盛り上がっててでそうしたらその霊感のある先輩が夜中ですかね、ちょうどみんなで話してたら「そろそろこの話やめた方がいいよ」って言うんですよ。で「いや別にいいじゃん」なんて言ってみんなで、そうしたら「今みんなここ喋ってるでしょ」ってエンジンみたいな感じにしてて、終わりになってね、で隣からしばらくしたら多分ね、あんま良くない幽霊が通るから何かあったらごめんねって言ったんですよ、僕に、みんなに。でそれでもうまだみんな信じないで、そしたらちょっと怖かったんだろ。ちょっとは怖いですよ。でもなんか集団心理みたいなね、まあ平気だろ悪ノリ的な。でそうしたらちょうど先輩が「あそろそろ来るよ」なんて言って、次喋ろうとした瞬間にその人左利きの先輩なんで右手に腕時計つけてたんですけど、こう頬杖ついてる感じで、そしたらその時計がですね「バチーン!」とか言ってその弾け飛んじゃって、触ってもないのに。でみんなシーンってなるわけじゃないですか、でほら言ったでしょって、もう集まってきてるからこの話やめた方がいいよって言って、でそっからみんなが「じゃあ何かいるんだ」って「いやもう結構集まってるから多分写メ撮ったら結構映るよ」でやっぱ慣れてんでしょうね、霊感あるっていうぐらいだから。で僕らがこう写真をどんどん撮ってったんですよ、もう悪ノリで。でそうしたら僕がその別の先輩を、霊感の全くない先輩の撮ったんですよ。でそうしたらその肩の方に今度合宿所って基本空手の合宿なんで男がメインなんで女の人はいなかったんですけども、幼稚園児ぐらいの女の子が後ろに立ってんですよ、その写真で。で最初はどうやって気づいたかっていうと、夜中なんで、まあ、暗いじゃないですか。その携帯のコントラストをどんどん上げていったらどんどん明るくなって、そこにいるのが分かるんですよ。でいやーこれはやばいねなんて言ってみんなで速攻報告しに行って、でまあみんなもう青ざめちゃってて、でこれ怖いねってなって、そこが1階の出来事だったんですよ。で今度2階が今度小学生とかがいたグループの寝室だったんですけども、建物の1階から2階に、そうですそうです。でそこにみんなしてもう逃げ込んで、まあ前にも怖いって言って、そしたら今度そこはそこで行ったら今度40人部屋ぐらいになっちゃって、でさらにみんながこう悪ノリが拍車かかっちゃって、で窓ガラスが1枚あって、よくほら鏡越しに幽霊って映るよっていうことを言うじゃないですか。で僕がそれ発案したっていうか、悪ノリのパイオニア的なことをやっちゃったんですけど、思いついちゃったんだね。思いついちゃって窓ガラスに向かってみんなでシャム撮ろうよって、なんか映るかもよって僕が言っちゃって、そんでみんなで撮ったんですよ。でそうしたらさっきの女の子がその部屋にもついてきちゃってて、で僕まあ当時携帯で9連写っていう機能ついてる写真で、それでまあ9×、まあ、2回分撮ったんで18枚全部ちゃんと動いてんですよ、幽霊が。で他にもそのまあリュックサックとかみんな置いてあるんで、まあ開いてるじゃないですか、中には。そしたらその中に血だらけの顔が鏡越しから僕側を見てるんですよ。わかります？僕がこう鏡に向かって撮ってるじゃないですか。そしたらそれが妖怪なんですかね、あれは。幽霊だかわかんないけど、あれが鏡として僕が撮ってるのを認識ちゃんとしてるんですよ。カメラ目線ってこと？カメラ目線なんです。まあね、まだ話は続くんでしょうけどもね、今すごい怖いことがありましたね、この話の中で。はい、今ここワロップのスタジオじゃないですか。はい、何もないでしょ。はい、何もないのに、はい焼肉の匂いがする。私これ CM です。が昼バーベキュー行ったかららしいです。どうもすいませんでした。続きをどうぞ。はい、じゃあ続かせてもらいますね。でまあその日はもうちょっとみんな青ざめながらも、まあ、何もできないんで、もうその日夜はもう寝ようということでみんなで寝たんですね。で次の日になって、まあ先生ですね、師範にその昨日の出来事と、事の発端と全部話したら、まあ最初は取り合ってもらえなかったんですよ。でその日の、まあ、夕方頃に今度はジュニアグループのからの目撃とかも出てきちゃったんだ。出てきちゃって、でこれちょっと本当におかしいねってことになって、じゃあ、次の日に帰るから、まあそれまで我慢してみんなで過ごしなさいっていうことで、でまあそこはそこで終わったんですけど、問題が4日目、まあ、帰りの日だったんですけど、もう帰りとなったらこっちも怖いもんないというか、まあ逃げるんでもう二度と来ねえよなんてみんなで悪態つきながら、もう最後の最後だと思って、そのまあ騒ぎがあった部屋、まあ、ジュニアグループの部屋に向かって僕が。まあ昼だったんですけども、部屋に行って、その部屋の入り口から中に入るとさすがに怖いんで、部屋全体撮ったらまたなんか映んじゃないのって言ってみんなでほんで、まあ他にも後輩やまあ先輩らも後ろにつきながら行って、そのまま今度ムービーを撮ったんですよ。そしたら携帯越しで部屋を撮ったら、まあ部屋の中には何もいなかったんですよ。で昨日言ったそのあ窓ガラスあるじゃないですか。窓ガラスの奥って森なんで、そしたらその窓ガラスがなんか動いてるんですよ、携帯越しに。ムービーでね。で何だろうと思ってよく見ると、男の人、女の人、犬かなんかの、まあ、獣って言った方が正しいんですか、その3つの顔が流転してるんですよ。回ってるんです。入れ替わるんですよ、ところどころで。でもうこっちは固まっちゃって、何にも言えないから。そんでとにかく今日一番怖いのはおっさんの声で「もう」違うわ